恐怖体験ですか。まあ、恐怖体験ではないですけど、寝てて、耳鳴りして、砂嵐が鳴って、俺の呼ぶ声がして、名前を呼ぶ声がずっと、まあ、進むって言うんですけど、俺、進む進むってずっと言ってるんで、まあ、目開けたら幽霊おるやろなって思ったんで、開けれなくて、金縛りが解けた時に、まあ、何もなかったんですけど、で、怖くて、友達呼んで泊まりに来てもらって、その日は終わったんですけど、次の日に、じいちゃんが入院してて、で、じいちゃんと喋った時に、要はじいちゃんがナースコールを何回も押しても誰も来ないと、でも苦しくて息もできなくてっていう時に、何思ったのって言ったら、俺の名前をずっと呼び続けたって言ったんですね。っていうなんか体験っていうか、で、確かに後から思えば、まあ、じいちゃんの声やったんやかなって思ったぐらいですね。